県ントレント自治県はイタリア共和国トレンティーノアールトアディジェ特別自治州に属する県。県とのトレントは同州の州都でもある。この地方はトレンティーノとも呼ばれる。この県は一般にトレンティーノの名で知られている。この名はケントであるトレントから来ているが、もともとは都市トレントとその郊外のみを指す語であった。19世紀に始まったオーストリアの支配下において、 この地方を指すドイツ語の地名としては、チロル博国の南部という地理的位置から、南チロルを意味する、ズットテロールや、ベルシュのチロルウェルストスタイレルあるいは、ベルシュの南チロルウェルスチャサドタイレルといった語が用いられた。チロル博国南部を指すイタリア語の広域地名としては、歴史的に、ティロロ・マリディノリーがあり、特に現在のトレンティーノの領域を指し、 現在の南チロルの領域を含めることもあった。またピロロイタリアーノとも呼ばれた。トレンティーノという語が広域地名として使われたのは1848年頃、フランクフルト国民議会の議員によって用いられたのが最初であり、やがてオーストリアの求心的な知識人の間でよく使われる用語となった。1972年に新たに自治権が確立されて以降、 この県の行政上の公式名称はトレント自治県である。ドイツ語で歴史的に用いられてきた南チロールズットティロールの語はボルツァーの自治県を指す語に当てられた。トレント県外略図トレント県知性図トレンティーノアールトアギジェ特別自治州に属する二つの県のうち南側にある県である。東にベネト州、西にロンバルディア州と境を接する。 県とトレントは、東西に長い県域のほぼ中央部に位置し、ボルツザーノから南南西へ約5 1トル、ベローナから北へ約7 1トル、ベネツィアから北西へ約1 1 6キロメートル、ミラノから東北東へ約1 6 5キロメートルの距離にある。隣接する県は以下の通り、トレントィーノはアルプス山中に位置する山国であり、県域中央を 北から南へアディジェ川が流れる。県域東部はボルツァーノ自治県及びベッルーの県にまたがるドロミーチと呼ばれる山地に含まれる。県域南西部はガルダ湖に面する。アディジェ川はトレンティーノの中央部、その名にちなむバルレデルラディジェの谷筋を流れ下る。バルレデラディジェは北ヨーロッパとイタリアを結ぶ歴史的な交通路であり。 トレンティーノの主要な都市はこの谷筋に沿って位置している。谷筋は広域行政の単位ともなっている。主要な谷筋として、県域北西部にはリンゴの生産で知られるバルディノニやバルディソーレがある。県域南西部のジュディカリエはブレシアとトレントを結ぶ交通路であった。県域北東部にはバルディファッサ、バルディフィエンメ、バルレ・デーモケーニなどの谷がある。 また、県域南部にバッラガリーナなどの谷が挙げられる。県域南東部には、レイビココとカルドナッツコ,コから東へ流れるブレンタ川が、形作るバルスガーナがある。県域は、全域がアルプス山脈に含まれる。アルプス山脈の山系を分類する、国際標準であるソイウサによれば、県域は、アディジェ川下半のトレントを中心とする形で4つの山域に区分されている。 すなわち、県域北東部はドロミーティ、県域南東部はベネツィアンプレアルプス、県域南西部はプレシアガルダプレアルプス、県域北西部は南、ライティアルプスである。県の最高峰は、県の北西端にあるチェベダーレ山である。県の北東部にあるマルモラーダは、ドロミーティの最高峰であり、マルモラーダの氷河も、ランドマークとなっている。 マルモラーダをはじめとする県内のいくつかの3階は、ユネスコの世界遺産、ドロミーティの構成資産に指定されている。その他の山としては、モンテバルド、カレアルト、アルペチェルミス、クロッツオンディブレンタ、シーマステルナイ、ラテマル、パガネッタ、ピッツボエ、プレザネッタ、プンタサンマッテオ、ベッツアナが挙げられる。2001年の国勢調査に基づく、 居住地区別人口統計によれば人口6000人以上の都市、集落は以下の通り、トレントのブオンコンシリオ城。13世紀から1803年に至るまでトレント司教の館であった。トレンティーノの歴史は石器時代の半ばに遡る。現在のトレンティーノ地方にある多くの谷筋には人々の定住が始まったが特に主要な居住地は 穏やかな気候に恵まれたアディジェ川流域の谷筋であった。中世初期には、この地方は、イタリア王国とベローナ辺境白領に含まれた。1027年、皇帝コンラート2世によって、神聖ローマ帝国の両方として、トリエント司教領が成立した。これは、トリエントの司教が統治する教会の両国であり、現在のトレンティーノの領域とおおむね一致する。 1545年から1563年まで開催されたトリエント公会議はトリエントにおいて第一回の会議が招集された。トリエント公会議はカトリック教会の歴史の中で重要な公会議であり、プロテスタントの改革に対抗してカトリックの教義を明確にし、救済、秘跡、及び聖典についての決議が行われた。19世紀初頭のナポレオン戦争以後、 トリエン都市協領は世俗化されて、オーストリアのチロルハク領に吸収され、ハプスブルクロートリンゲン家によって支配された。第一次世界大戦においては、オーストリア・ハンガリー帝国とイタリア王国の前線となり、激しい戦いの舞台となった。1919年の戦争終結後まで、トレンティーノはオーストリアの一部として残ったが、サンジェルマン条約で、 イタリアがトレンティーノを併合した。第二次世界大戦後、イタリアのアルチーデ・デガスペリ首相とオーストリアのカール・グルーバー外相の間で、グルーバーイコールデ・デガスペリ協定が結ばれ、トレンティーノと南チロールに相当の自治が認められた。これ以後トレンティーノは、ローマのイタリア中央政府からかなりの自治権を認められており、独自の政府と議会を有している。 1996年には、ユーロリージョン、チロルイコール南チロルトレンティーノが、オーストリアのチロル州、イタリアのボルツァーノ自治県、トレント自治県の間で形成された。ユーロリージョンの教会は、かつてのチロル白国の教会と、ほぼ一致している。ユーロリージョンは一体の地域として、共同の会議が開催され、ブルッセルの欧州連合には共同の連絡事務所を設置している。 コムニタディバジェ級コムニタコンレンスリール、トレント県には、県とコムーネの中間にコムニタディバジェという行政区画が置かれている。その名の通り、バルってことに行政機能を集めた広域行政組織で、イタリアの他の県にある山岳部共同体と同様であるが、一定の条件により条例を制定、施行することができる。トレント県は、 以下の16のコムニタディバジェに区画されている。うちは、事務所所在地。番号は、ウズと対応している。コムニタテリトリアルデラ、バルディフィエミーコムニタディプリーミロコムニタバルスガーナイ、テシノコムニタアルタバルスガーナイ、バースントルコムニタデラバジェディセンブラコムニタデラ、バルディノンコムニタデラバジェディソールコムニタデレギディケリー、コムニタアルトガルナイ、 レイドローコムニタデラバレリーナコムーン、ゼネラルデファシャマニフィカコムニタデッリアルタピーニーシンブリー、コムニタロートリアナ、カーニヒスベクコムニタデラペイグネラテリトリオデラ、バルディー、アジゲコムニタデラバジェデイラギーコムニタディバージェは2006年に自治権条例によって設置された。それまではトレンティーノアルトアディジェ特別自治州の自治州法によって設けられた。 コムニタコンデンスリールという広域区画があり、コムニタディバジェはこれに変わるものである。コムニタコンデンスリールの数は11個で、コムニタディバジェではトレント周辺など県中央部が細分化された。トレント県には166のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り、左端の数字は ISTAT コードを示す。 人口は2012年1月1日現在。2001年の国勢調査時点では223のコムーネがあり、これは2009年末まで変わらなかった。2010年1月、コムーネ統配合により、レードロ、コマーノテルメの2コムーネが発足。以後、コムーネの統配合が進められた。2016年には、複数のコムーネ統配合が行われ、 コムーネの数は210から177に減少したトレント自治権の少数言語の分布コムーネの人口に占める比率で濃淡がつけられているラディン語ドイツ語系言語2006年の国立統計研究所の統計によれば6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通りイタリア語地方言語他の言語についてのデータで 左列が全国平均、右列がトレント自治権の数値である。2013年には県内で冬季ユニバーシアードが開催された。開催地はトレンティーノとされている。ありがとうございます。